は早稲田大学の特別講演会に呼ばれまして、東アジアの平和的発展を求めて日台による新視点からの提案というテーマで、講談に立ちまして講演をする予定でございます。私今日の講演の中ではやはり台湾経由が一番スムーズで早いということを実は提言します。特に日台関係は松尾等が最近よく言いますのは過去41年来最高の時期であるとということで、特に日本の中小企業というのは、国際化というのは非常に道のり遠いような感じがしますし、やっぱり台湾というところへ来ればおそらくその技術と台湾の企業との合弁によってもう一度競争力を増やすことが可能であるということで、今後私ども、三々会もずっと日本との協力を深めていきたいと、そういう今日こういうことでございますので、やはりこの両岸関係が過去5年間大きく改善された、これが一つのいい事例だと私は考えて、特にこの点を皆さんに講演を利用しまして紹介したいと思っています。この、今尖閣の問題で揉めとるさ、領土の主権はどちらにあるか、あるいは、このそれについての議論をしばらくやめようという棚上げ論というか、この2つの理由からですね、物事は全く進んでおりません。一刻も早くです。棚上げ論だとか領土の主権がどちらにあるということじゃなくて、一刻も早く話し合いをしなきゃいけない。で、話し合いはどうするかということは、現在のところですね、決着がつくまで、条件が整うまでやらないという話が出ておりますが、私はそれで遅い。何をやるかと言いますと、やはりお休みタイム、まあ、関西でいうと端末ですね、お休みタイムを取ってですね、忙しいお休みタイムを取って、海難救助をどうするか、漁業協定をどうするか、資源開発をどうするか、危機管理になったときにどういうルールを作ってですね、両首脳が話できるようにするか、この話を一刻も早くやるべきだというふうに提案をしてます。今日のテーマは東アジアの平和的発展を求めてということですが、で実は私ずっと台湾で台湾経済の発展を担当し、で過去5年間中国との交渉の担当の窓口をしておりまして、その視点からやはりこれからの東アジアの平和的発展の中で両岸関係の平和的発展と経済繁栄が一番大事であることを、まあ、簡単に皆さんに説明していきたいと思います。で私どもがいつも考えるのはやはり日本と中国は大国です。隣組同士です。台湾は過去、まあ、歴史的要因、地理的要因、文化的要因でこの中に、まあ、ずっと位置づけされておりますが、台湾にとって一番欲しいのはやはりこの東アジアの平和的発展で、その中で実は日本と中国が仲良く手を結んでアジアの発展、平和と発展に貢献すべきだと考えるんですが、でもちろん今日中関係はぎくしゃくしておりますが、しかし今の中国の発展は大きな市場、いずれ一番大きな市場になると大きな経済体になるということで、日本企業はどうすればいいかということで、私がここで提案したいのは、中国への進出は台湾経由が一番安全に入るということです。一つは先ほど申し上げたようにね、
地理的要因と物流の便利性、今616便州ですから、上海までは今80分で着きますし、北京でも台湾から2、3時間 で今その新疆、内モンゴルでも全部直行便が飛んでいます。貨物便も58便、それから直行の客船もあります。特に金門島からアモイは30分で着きます。もう一つは文化的要因と台湾企業のネットワーク形成です。台湾同文同種により言葉ももちろん分析するかも同じく、企業の投資、それから企業の貿易は日本企業に比べて非常に便利であるということです。で特に今台湾の企業が中国に8万社あって、今各都市に台湾企業投資協会があって今130あります。この協会を十分に利用できると私は考えます。また逆に今私の東南アジア、それから全世界で今168の台湾企業投資家協会がありまして、でその上に州別に連合会、それから世界台湾企業連合会がございます。で合計しますとね、300の台湾企業のネットウォーク、企業団体のネットウォークがありますので、日本の企業はこれをうまく利用すればいろんなところに食い込んでいくことが可能です。3番目にやはり今年年末提出予定と聞いておりますが、この貿易制限の協議が終われば、約 85% の濃厚支援関税の低減により台湾からの輸出が強化されると私は考えます。もう一つはやはり、まあ、台湾の投資環境でございますが、法人税が今 20% から 17%、まあ、日本、中国、韓国よりは非常に安いと。所得税も昔は 50% ですけど 10%、 それからインフラが非常に十分に整備されていると。それから優れたヒューメンリソース、これが知的所有権の保護というのは非常に十分な形で整備されているということで、今申し上げたこの東アジアの経済発展の中で日中台湾の共同発展、特に日本の企業は台湾を利用して、そして一緒に中国に行くことが一番これからの平和的発展の貢献が出てくると私は考えます。まあ、いろんな事例がございますが、要は日本の技術、それから台湾のいわゆる応用、特に中国における人脈、それから、言葉、それをうまく利用しまして、一つは台湾で投資をして、台湾でエコを利用して日本に比べて早期に免税措置で中国に入ると、あるいは台湾に工場を作って一緒にこの中国へ投資に行くと、あるいは欧米で中国に投資に行くと、あるいは技術提携をして台湾の企業が中国において工場を設けると、いろんな形が出てくると思います。この台湾によって日本と中国がもう一度ね、この平和的関係を構築できることを私は非常に希望していまして、簡単でございますが、この私の応援といたします。ご清聴ありがとうございました。